篠原圭介は、東京都杉並区出身の日本の作曲家、編曲家、指揮者。篠原圭介、NHK ホールにて、コピーライト、亀田君広撮影東京音楽、大学附属高等学校を経て1982年に、東京音楽大学卒業。チューバを田中晋介に指示、作曲を浦田健次郎に指示、その後、ラトロオブ大学、 ビクトリア芸術大学に留学。作曲をクリーブライスターに指示。留学中から作曲活動を始め、1985年に帰国後は、西武茂サシ音楽事務所に所属。1988年に独立し、篠原音楽事務所を設立。1991年に、 音楽担当した NHK スペシャルアインシュタインロマンシリーズで脚光を浴び、以後 NHK スペシャルや TV、アニメ、映画、舞台などの音楽を数多く作曲した。国内のオーケストラはもちろんチェコフィルハーモニー管弦楽団やロンドン公共楽団など海外のオーケストラとの共演も多く、ウラディ・ミル・アシュケナージをはじめ指揮者、ソリストからの信任も扱った。 アシュケナージは自らピアニスト、音楽アドバイザーとして参加した、劇場映画、ピアノの森の音楽作曲者に、篠原を指名し、作曲されたテーマ曲フォレスト・オブ・ザ・ピアノや、オリジナルサウンド・トラックを絶賛した。2010年には、世の中の究極に美しい旋律を、極上の作曲、編曲、極上の演奏で聴かせる CD シリーズ極線曲線マイナスを全国リリースし、 ジャンルにかかわらず遠慮をリコ込んヤフォーレ、ドビュッシー、ラフマニノフ、井上陽水、サダマサシ、などの美しいメロディーを、正直しの秀逸な応えと美しい室内、合奏団という組み合わせで聴かせた。篠原は、金未来映像システム、NHK 放送技術研究所開発の、スーパーハイビジョン 22.2CH サラウンドに、並々ならぬ創作意欲を示し、 冒険的作品として、愛知万博作品や横浜港150年記念の開国博愛150の映像作品の音楽を大編成のオーケストラと合唱団という組み合わせなどで発表した。2011年8月17日心不全のため、救世。ありがとうございます。